はい、終了しました。ちょっと見ていきましょう。はい、これでね、前にコンクリート舗装したところと、上がつながりました。よかったです。この舗装したところの出入り口付近が、段差になってたんで、それをですねなだらかに、するために土を、こことここにですね、ちょっと盛りました。はい、これで一応コンクリート舗装完全に終わりです。お疲れ様でした。はい、クワが折れちゃいました。